午前8時49分作業が始まりました。今日始まったのは重機が出入りするための仮設通路の造成です。先月1日夕方に発生した大規模火災は強い風にあおられて燃え広がり、山林にも飛び火して建物32棟が被災しました。その後、火災原因の調査や焼け出された家の人たちの思い出の品探しがあり、本格的な作業は1ヶ月以上が経った今日からになりました。非常に危険な状態ですので、今後機械によって丁寧に解体をいたしまして、それから思い出探しをですね。作業は焼け残った屋根や壁が危険な奥の3棟をまず解体して、16日ごろから家の人が思い出の品を探せるようにします。その後、来月末までに全体を更地にします。累焼した山の上のコテージも含めると作業は8月末までかかるということです。作業開始を見届けた被災者は、高齢者も多いので地区の再生に向け行政の支援に期待していると話していました。